皆様どうもごきげんよう。一般側の視点で仏教や仏像をよりよく生きるためのヒントとして発信している仏像オタクニストのサリアです。煩悩、三毒、聞きなじみのある言葉からあまりなじみのない言葉まで説明してきましたが、今回解説するのは伏せです。伏せといえばお坊さんに金品を渡すことというニュアンスだったり、アニメオタクの中で作品を応援するために円盤、まあ、いわゆる DVD とかですね、まあ、そういうグッズとかを買うことをお布施と言ったり、まあ、金品などの物質的なものを与えるというアクションを表す言葉として使われることが多いかなと思っているんですけれども、私ももともとアニメオタクでお布施感覚でいっぱいあのグッズ買っていた人間なので、まあ、すっごい分かりみが深い言葉ではあるんですけれども、でも本当の伏せというのはですね、実はもっともっと奥が深い言葉なんですね。ですので今日は伏せとは何か、本当の伏せの実態についてお話ししていきたいと思います。まず伏せという言葉をですね、辞書で調べてみると、他人に施しを与えることと世間一般が思っているニュアンス、皆さんが多分ねイメージする伏せが一番最初に出てきました。そして次にですね、出てきたのが教えを説き示すこと、恐れや不安を除いてやること、広く社会福祉活動を行うことも指すというふうに出ました。この時点で伏せには物質的なものを与えるということだけではなくて、相手の心に寄り添ったり人の役に立っていくことも伏せに含まれるということが若干匂ってきましたね。ではここでいつもながらにサンスクリット語、古代インド語の語源から伏せという言葉をたどってみましょう。サンスクリット語で伏せはもともとダーナ、ダンナと言い、伏せをする人のことをダーナパティというふうに言います。そしてこの寄付や提供者という意味を持つドナーやドネーション、最近あのヘアドネーションなんていう言葉でね、聞きなじみのある方もいらっしゃるかもしれません。このドナーやドネーションという言葉は、実はこの伏せの元になっているダーナが語源になっていると言われています。サンスクリット語はですね、インド、ヨーロッパ語族にも属していて、西洋に伝わって英語の語源にもなんとなっているんですね。そして日本でもよく使われている旦那さん、さっきねダーナの時に旦那という言葉言ったんですけど、この旦那さんという言葉も実はこの伏せという意味のダーナが語源になっています。で、仏教は日本に伝わる前にまず中国を経由してきているんですけれども、その際ですね、翻訳、音に言葉の意味を当てはめていくというやり方がですね適用されていましてですね、このダーナはまず旦那という漢字が当てはめられました。古代インドでは出家をした方たちは、出家をしていない在家の人たちからお布施、布施をもらうことで生活を成り立たせていました。中国から日本に仏教が伝わって、いつしか施すことというアクション自体を表す言葉から、伏せをする人というアクションを行う人に対しての言葉の意味へと変遷していった、変わっていったんですね。それが江戸時代の、寺受け制度という今の檀家制度につながる制度を行ったことによって、お寺にとって伏せを行う人、旦那イコール一家の家長イコール夫や父という意味に変遷していったんですね。この江戸時代の寺受け制度もですね、結構時代の流れを変えた話なので、まあ、今度機会があったらまたじっくり話したいなと思っております。そしてこの伏せにはですね、大きく分けて3つの種類があると言われています。まず1つ目、財勢です。これは金銭や衣服、食料などの財、物質的なものを施すことの伏せを財勢と言います。これがですね、私たちの価値観の中に定着している伏せに当たるかなと思います。で、先ほども言ったようにですね、もともとは出家者に対して行われるものが伏せだったので、お金だけじゃなくて野菜とかお米とかの、まあ、そういう食料だったり、あとは、まあ、着るものですね、衣服だったり、とにかく生活に必要なものを施すということもこの財勢に含まれて、いました。次ですね、2つ目、法勢。これはですね、主に仏の教えを説くこと、あとは相手の心に寄り添ったり、相手が元気になる言葉を言ってあげたり、あとは微笑んであげたりとか、まあ、いわゆる心や気持ちを与えることを法勢というふうに言います。そして最後ですね、3つ目、これは無為勢と言います。
これは災難などに遭っている人を慰めて恐怖心や不安心を取り除いてあげることを指します。特にこの後半の2つですね、法世と無為世、この2つが、実は私たちが生きる上でとっても大切なことだなというふうに私思っております。特に今はコロナ禍ですし、不景気だし、災害もねそれなりに起こっていて、恐怖や不安だったりという気持ちが起こりやすい時期でもあるじゃないかなと思います。だからこそこの後半の2つですね、法世と無為世、すごく大切だと思います。法世もですね、仏の教えっていうふうに一応言ってますけれども、実際はですね、同じことで悩んでいる人に対して自分の体験とか経験を押し付けるのではなく、シェアしたり、分かるよっていう風に共感したり、心細い人に対してはにっこり微笑んであげるだけで相手がね安心したり、それだけで十分伏せとしては成立するんじゃないかなと思っております。でそもそも伏せって何のために行うかっていうことなんですけれども、六波羅蜜という、悟りに至るための6つの修行方法の一つにですね、なんと伏せが認定されてるんですね。なので伏せというのは、要は自分の執着を手放す、自分のものだと思っているものを相手に与えることで苦しみの元となっている感情を手放すためのあくまでトレーニングなんですね。でもここで大切なのが、自分が悟りたいとか、いらないものをあげるという自分本位なものだったり、これをすると相手から何々してもらえるんじゃないかという、いわゆる見返りですね、そういう見返りを前提としたものだったりっていうのは、ちょっと伏せには該当しない、ちょっとっていうか、もう伏せと該当しないというふうに、言い切られてるんですね。実際にクシャロンという経典では、それらは伏せには該当しませんというふうにね、はっきり言及されております。ここもですね、また機会があったらね、深く深く掘って触れていきたいなと思っています。で、個人的に、伏せがなぜ修行トレーニングとして大切と言われているのかなというのを、考えてみたんですけれども、自分の執着を手放すだけでなく、目の前の相手が本当に何を必要としているのかということを考えることによってですね、自分一人では味わえない感情や体験を相手と共有していくことができますよね。物質的な部分だけじゃなくって、そういう精神的な部分を共有する、シェアするきっかけになるのが伏せというアクションだし、その前提になくてはならないのが、相手に寄り添うという心のやっぱり姿勢の部分なのかなと思います。その心の姿勢なくしてはですね、絶対に伏せっていうのはね、成立しません。そういう心を通わせていくこと、精神的に満たされていくことを自分の幸せにしていく、それをですね、必然的に物質的な執着というところから離れていくこととこう結びつけて機能させていくことができるですね。そしてそれが伏せというトレーニングが有益な理由だと私は解釈をしております。なので伏せはですね、決して物質を与えること、金銭を与えることではなくて、シェアハッピーの精神を学ぶことであり、自分の執着を手放すためのトレーニングでもあるということが、伏せの目指すべき実態であるということですね。今日は皆さんにも知っていただけたら私も嬉しいなと思っております。はい、それではここまでご覧いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどなどお待ちしております。毎週水曜日19時には必ず更新しておりますので、ベルボタン、通知ボタンを押して待っていてくれると嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。それではまた次回もお楽しみに。バイバイ。